宮原健人は日本のプロレスラー。全日本プロレス所属。父と母、4歳年上の姉と2歳年上の兄の元に生まれる。宮原の父がプロレスファンで、週刊プロレスと週刊ゴングを毎週読んでいるような人物であったため、プロレスの影響を受けて育った。小学2年生の頃に、父がレンタルした WWF のビデオを見て、ハルクホくガンに魅了された。 幼少期の宮原は線が細かったため体の大きい人間への憧れが強く一時期は大相撲の第65代横綱高野花を応援する時期もあったが基本はホーガンが一番の憧れであったホーガン以外に好きであったレスラーはランディ・サベージアルティメット・オーリアーである小学4年生頃から父親のついでではなく自らが見たくてビデオを毎週借りていた 小学校卒業の前には、いつも行っているビデオ屋のものは、すべて見終わったので、他のビデオ店まで行ったほどである。プロレス好きの原点が方眼であることから、最初は WWF や WCW などのアメリカンプロレスのビデオばかり見ていたが、いつしか日本の団体にも興味を持つようになり、深夜のプロレス中継もビデオに録画して見ていた。プロレスを初めて生で観戦したのは、 小学3年生の頃であり、博多スターレイニー全日本プロレスを見に行った時、入場してくるスタンハンセンに触れて、ロープで殴られたことを本人は覚えている。プロレス観戦の際には、試合よりプロレスラーを間近で見られることを楽しみにしていた。そんな宮原は小学校時代はあまり勉強をしておらず、家に帰ると部活ではないが、草野球を行っていた。 ラウンドセルを置いて、グラウンドに直行したり、夏休みであれば、朝6時に集まったりするなど、遊びの範疇を超えて練習なども、熱心に行い、家族といるより、友達と野球をしている、時間の方が長かったというほどである。福岡市、立原中央中学校時代は、野球部に所属。選手層の厚いチームであったので、宮原曰く、みんな上手かったから出たり出なかったりであった。 野球と並行して、この頃の宮原は柔道を行っていた。福岡市立福祉高等学校時代は柔道部に所属。痩せていた体は柔道のおかげで徐々にたくましくなった。2006年の秋、プロレス専門誌を見ていると、ケンスケオフィスの新人募集の記事が目に飛び込み、宮原はすぐに履歴書をケンスケオフィスに出した。それまで、 プロレスラーになりたいと公言しているわけでもなく、その意志を他の誰にも伝えていなかった宮原であったが、入門テストに際して両親にプロレスラーになりたいと伝えた。すると両親はほとんど無反応であった。夢に向かってひた走る宮原は、入門テストを受けたが基礎体力が不足していたため、三憺たる結果に終わり、入門テストの疲労から帰りは歩けなかったほどである。 高校3年生の在学中での受験ということで、この時は合格、不合格という結果は出されず、やる気があるならもっと練習してまた受けなさいと悟された。宮原はこの結果を受けて猛トレーニングを積むことに決め、知人のあまり来ない近所のトレーニングジムで1日にプッシュアップやスクワットを1000回こなすなどして体を徹底的に鍛えた。 2007年1月12日、3ヶ月前はまるでできなかった入門テストの課題をしっかりこなし、成長が認められたのかテストに合格し、ケンスケオフィスに入門。同期には X リーグ出身の沖田隆がいた。2008年2月11日に、サナダ也夜戦でデビューを果たす。その後、記念と共に全日本プロレス、プロレスリング、ノアのシリーズに参加。 ノアのジュニアタックリーグ戦には、丸藤聖堂とのタックで出場した。負け試合が続き、丸藤からも多数のダメ出しをされたが、団体の先輩である中島勝彦との試合では、リングアウトながら中島から勝ちを収めた。中島に次ぐ団体期待のホープだったが、2013年2月に突如ブルド・マーダーズへ加入。ダイヤモンドリングに反旗を翻し、ヒールに転向した。 2013年8月の全日本プロレス公楽園ホール大会に来場。観客への挨拶と王道トーナメントへの参加、そして秋山一氏へ戦線を布告。9月9日にダイヤモンドリングを退団した。以降はフリーランスのレスラーとして全日本プロレスを主戦場としていくこととなる。11月14日にブールマーダーズから懲罰なしの特例措置で脱退が決定し、 塩崎強しに共闘を求めて、11月21日に、塩崎の作ったユニットエクシードに加入した。2014年1月1日付で全日本プロレスに入団。同年2月11日、同ユニットの塩崎と組んで、明けぼの吉江豊組と、世界タッグ王座時期挑戦チーム決定戦を行うが、敗北。2月23日の沖縄大会では、 大森隆夫とのシングルマッチを新兵器のスネークリミットで制し、その日のメイン後に三冠ヘビー級王者のアケボノに、平身低頭で、挑戦表明をした。新兵器のスネークリミットを、7色のスネークリミットとし、横綱インパクトからも切り返せるように改良を、施したが、元横綱で、現三冠ヘビー級王者アケボノの画像を崩すまでには、行かず、10分足らずで敗れた。 同年のチャンピオンカーニバルにエントリー、結果は1勝3敗1両者リングアウトで終わった。唯一の勝利は西村治からであった。7月シリーズでは名打たれてはいないものの、全日本プロレスのトップ勢とのシングルマッチ5番勝負が組まれた。諏訪、大森、ケ祖、金丸吉信、秋山ら5人と対戦し、結果は3勝2敗であった。 最終戦の7月27日後楽園ホール大会ではアジアタック時期挑戦者決定戦にて前日に敗れた秋山からギブアップを奪い壁を越えると同時にアジアタック王座再戦の切符を手にし翌8月16日に見事自身初となるベルトを獲得した12月14日新人の青柳優馬のデビュー戦の相手を務める2015年5月6日 アケボノヨシエ組の奉仕する世界タッグ王座に塩崎と組んで挑戦。ヨシエの巨体をジャーマンスープレックスで投げ飛ばし王座ダッシュに成功する。試合後には珍しくマイクパフォーマンスを観光し、全日本プロレスに対する思いを打ち明け、エボリューションに対し宣戦布告した。そして5月21日、青木厚志とのシングルマッチで2リフトにて青木をこ。 試合後にまたもや、スワマを挑発し、6月4日に、エボリューション対、エクシードのキャプテンホールマッチに、宮原がキャプテンとして出場した。試合は、2リフトで、相手のキャプテン、スワマから、ピンホールを奪い勝利し、さらに3冠ヘビー級王座へ、挑戦表明をしたが、またも明けぼのには届かず、時代を作ることはできなかった。9月28日、 パートナーの塩崎が全日本プロレスを退団。合わせて保持していた世界タッグのベルトを返上することになり、誰かに負けてなくて返上するのは悔しいとコメント。前々日の後楽園ホール大会では塩崎退団を知っていたため、塩崎のタッチを拒否し、スワマを援護する行動を見せた。10月23日、後楽園ホール大会にて、スワと電撃的握手をし、 タック結成を意思表明する。これは10月頭の塩崎の対談を受けて、スワマが今の全日本の閉塞感を打開するには、お前の力が必要だ。と、ラブコールを送られ続けていたためであり、宮原も当初は拒否姿勢を示していたが、23日の3部 A マッチの試合後に、宮原は、俺はお前の下につくつもりはない。すなわち、エボリューションに入る気もない。 けどな、お前にだけは、興味がある。お前だけを利用させてもらうと宣言し、スワマとのタッグ結成となった。さらに11月16日、鈴木が11月いっぱいで対談することを受け、エクシードを解散。同年の世界最強タッグ決定リーグ戦では、スワマとのコンビで優勝を飾るが、直後握手を求める宮原に、スワマがジャーマンを決めて裏切った。その後、 ジェイクリーが共闘を呼びかけ、ネクストリムを結成。2016年4月24日、チャンピオンカーニバルでの入場時2016年2月12日、第54代三冠ヘビー級王者のスワマに挑戦する予定だったが、スワマがアキレス腱断裂により、欠場、王座返上となったため急遽開催された三冠ヘビー級王座の王座決定戦で、ゼウスと対戦し勝利。 史上最年少、また平成生まれ初の三冠ヘビー級王座大会となる。3月21日、沖縄、富城市民体育館大会にて大森を挑戦者として初防衛に成功。同年のチャンピオンカーニバルでは三冠ヘビー級王者として出場したが、関本大輔秋山に敗れ、新総研ーと引き分けたため7点で終了し、 優勝決定戦に駒を進めることはできなかった。5月25日後楽園ホール大会で関本を相手に防衛し、週刊プロレス誌の表紙を飾った。その後は6月にマ麻生、7月秋山、8月西領にと防衛を重ね、三冠王者として王道トーナメントに挑む。だが、品川ステラボール大会での1回戦にて、 スワマの渾身のレボリューションボムをまともに受け敗退。その王道トーナメントを優勝したスワマと、11月27日両国国技館で三冠防衛戦を行い、自身の得意技である、ブラックアウトを、パワーボムで返されるなど苦しい展開が続いたが、スワマのフェイバリットホールドである、ラストライドを3度切り返し、とどめのシャットダウンスープレックスで3カウントを取った。 満員の国技館でも最高マイクで締め、翌週の週刊プロレス誌の表紙を飾り、宮原イヤーと表された。その宮原イヤーを象徴するかのように、12月14日のプロレス大賞において、単独のミネートかつ危険者なしの満場一致で、主勲賞に選ばれた。全日本プロレスの所属選手が選ばれるのは4年ぶりで、本年は唯一の全日本勢の受賞であった。 入場時の決めポーズ2017年に入っても三冠王座の防衛を重ねたが5月21日の後楽園ホール大会で石川修司に敗れ王座から陥落した。なお、宮原の連続防衛8回は三沢光春、小島悟史と並ぶ歴代2位大記録。その後、8月27日の両国国技館大会で三冠王者の石川に挑戦。 24分39秒、シャットダウンスープレックスでホール勝ちを収め、第57代三冠王者に返り咲いた。しかし、10月9日の後楽園ホールでのスワマトの初、防衛戦で30分を超える激闘の末に敗れ、再び王座を手放した。同年の世界最強タックは、同年王道トーナメントより全日本に参戦していた、吉達とのタック、吉健で出場。 決勝進出はできなかったものの、2018年2月3日、横浜文化体育館大会で、暴走大巨人に勝利して、世界タックオーザダッシュに成功する。世界タックは一度も防衛できず2月25日に、わずか22日電波で、ザビックガンズに敗れて放したが、以降も吉立は、ネクストリムの、共闘メンバーとなる。3月25日埼玉。 スーパーアリーナコミュニティアリーナ大会では、ジョードリングをシャットダウンジャーマンで下し3度目の三冠王座に輝く。4月のチャンピオンカーニバルには3年連続三冠王者として出場し、A ブロック代表として決勝戦まで駒を進めるが、B ブロック代表の丸藤聖堂に負けて初優勝を逃す。1ヶ月後の5月24日に、 丸藤の挑戦を受けるが雪辱を果たし三冠王座初防衛。そして試合後挑戦アピールをしたディラン・ジェームスを6月12日に迎え撃ち、二度目の防衛に成功。丸藤戦後には、ジェイクリー、野村直也、青柳優馬、早く俺のところまで来いよ、こんな三冠チャンピオンが似合う人っていないでしょう。俺の中でも二人目くらい、三沢光春さんなど、 今までにない大胆なコメントを残した。しかし、7月29日大阪府立体育会館大、一競技場大会でゼウスに敗れ防衛失敗。9月には王道トーナメント優勝。デビューしてから初のリング戦、トーナメントの栄冠となる。2019年2月19日、関本大輔と組、棚橋博史吉達組との試合で、 ジャイアントババ没20年追前工業王者の魂メインイベントに出場。入場時には2013年にババケに返還されてイライオに出ていなかったオリジナルの三冠ヘビー級王座のベルト三本を携えた。試合後、棚橋と声を合わせプロレスを最高に愛してます。と絶叫した。3月19日、ネクストリムを脱退して、 挑戦を表明した野村直也相手に三冠防衛戦を行い、防衛。試合後はマイクで野村、ジェイク、青柳の3人を新時代とした上で、自身を宮原健人時代と宣言した。2019年チャンピオンカーニバルにおいては、A ブロックを制し、B ブロック1位、e、のジェイクリーと4月29日に優勝決定戦を行い、勝利。自身初優勝を飾るとともに、 三冠ヘビー級王者としては18年ぶり7人目の優勝という快挙を達成した。試合後のマイクで令和のエースを宣言し、よくよく非発売の週刊プロレス誌にて令和最初の表紙を飾った。一方で同年の王道トーナメントでは順当に勝ち抜くも決勝でジェイクに敗れ、2年連続優勝はならなかった。その後も防衛を重ね、 2020年2月11日の青柳戦で V10 を達成し、川田俊明の持つ歴代最多連続防衛記録に並ぶ。記録更新を目指し、3月23日にスワマの挑戦を受けるも敗北し王座陥落、新記録樹立はならなかった。出感後は新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、試合数が激減。 メディア出演や数少ない無観客試 i a の出場にとどまっていたが、アジアタック王座挑戦を表明していたフランシスコ・アキラのパートナーを勝手で4月30日に挑戦するも敗北。しかし、アキラと前年の王道トーナメントを通じて意気投合した黒潮イケメン二郎の3人で新ユニット結成を宣言、さらにユニットへの加入を希望したライジング・ハヤトが加わり、 7月25日に正式に、ユニット、ケントとイケメント、アキラとハヤトの大冒険が発足した。8月31日、イケメントのタッグで、スワマー石川修司の持つ世界タッグ王座に挑むも敗北。秋に仕切り直され開催された、チャンピオンカーニバルでは、B ブロックを勝ち抜き決勝戦に進出するも、ゼウスに敗れ準優勝。大会終了後に、青柳優馬が歩み寄り、 ネクストリムを再考させ、世界最強タッグへの出場を決める一方、イケメンが表舞台から姿を消し、前述のユニットも自然消滅となり、後に解散。世界最強タッグでは2連敗の後5連勝を記録し、因縁の大会となった2015年以来5年ぶりの優勝を飾った。1月2日、青柳とのタッグで、スワマ石川を破り世界タッグ王座を獲得。 試合後には最強タックで敗れたアブドーラ、小林と関本大輔から挑戦表明を受けた。2月18日、世界タックの前哨戦として小林とシングルマッチを戦うも無効試合となった。ありがとうございます。